44分河合の今シーズンの出てが決まっています。でもこの辺は冷静ですね、清水も。残り時間考えるとしっかり自分たちで持って終わらせたいところでしょうからね。前節の名古屋戦も3点、今日も3点を奪いました清水エスパルス。あとは今日は失点しないで終われるかというところがどうも課題ですね。松原へ4分間の追加タイム入っています。宇佐から小さなパス、丁寧にこの前半を終わらせることができるかという清水エスパルス。まあ、篠田監督、5分というのは守ってくれよという多分指示の方が強かったと思うんですが、2点そこから取れましたからね。まあ、安定してプレーしろということだと思うんですよね、はい、もちろん点取れればね、まあ、取りに行けばいいと思うんですけれども、篠田監督からは簡単に下げるな、前立てという声が出ています。はい、高い位置で奪いたい湘南です。石澤から宇佐へもう一つ下げます。湘南もここからちょっと取りに行けません。切り替えが必要な様子です。あ、ちょっと浮いたポジションに、ああいいところですね。取り返せるか、センターに行くシュートゲット、さらに追加点。最後は西澤です。いや、今クロス入ったんですかね。いいクロスでしたね。いや、いいところに流し入り込みましたね、はい、0対4になりました。いいですかね、この斜めのランニングですね。ここ誰ですかね。ここいいランニングですね。サッカーですか。竹内ですね、はい、いや、ランチの位置からそこのポジション出ていったんですね、いや、もう2列目の選手だと思ったんで、まあ、可愛いか金子かなと思って。